クラブ2021募集場検討で関西場の44番から67番をしていきます。えー、採点基準は10点満点で、えー、8点7点6点、まあ、6点以上私の趣旨検討対象でございまして、まあ、4点ぐらいまでだったらまああの。 私好みではないというところでございまして、えー、4点未満はあまりお勧めないしないというところでございます。私の過去の出資で活躍した場はこんな感じで、一口で12年。えー、で、3歳以上のキャオット以上の今までの出資成績でこういう感じになっております。では早速始めさせていただけたらと思います。えー、44番、アベンチュアの20。えー、こちら4点でございます。えー、そろそろ あの、三が走ってもいいかなと思ってはいるんですけども、やっぱりちょっと怖いところはありますので、えー、やっぱり価格のこと見考えると、んって感じなんですけども、まあ、安田旧車ってところでございますので、えー、ここで、あのー、父親の旧車と同じでございますので、これで、 巻き機しにやってるのかなとちょっと思っております。えー、なお、新規チャレンジでよくこの馬出てるんですけど私は去年サンビスタが埋まっておりますので、この馬、安田急所だったらギリギリ、サンビスタみたいな感じでギリギリ埋まるんじゃないかなと思っております。それがちょっと読めないですけれども、新規で書くんだったら一般のところはいいのかなとは思っております。はい。続きまして、アディクティッドの方でございます。こちらも4点でございます。えー 高齢になってきまして、そのディクタットとロードカナノワの相性ってどうなんだろうとう個人的に思っております。まあ、上の方はキングカメハメハの子供にちょっと走ってるんで問題ないのかなとも思うんですけども、で、また、あの、旧車で貧馬でございますのでってところはあるんですけども、私はなんとなく血統的にあんま好きじゃないので、この評価にさせていただきました。はい。えー、続きまして、フロアクラフトの20でございます。こちら4点でございます。 もう本当は3点か2点にしようかなと思ったんで、まさかの中内田旧舎ってところでございますので、まあ、ここで人気を稼ごうかなっていう3段なのかなとは思っております。このまま新規優先候補だったんですけども、ちょっと今難しくなりましたね。この旧舎ではい。はい、あんまりちょっと魅力はだけど、個人的には感じません。はい、47番 y の20。 えこちらにつきまましては3点でございます、えー、新規の方向けかなと思ったんですけども、えー、ちょっと人気出てきそうで新規で取れないのかなみたいな感じになってきておりますねちょっと私馬体はあまり分からないんですけども、まあ、見た感じ悪くはないのでってところでございますけども4,000万でっていうとやっぱりオープンクラス行かないといけないのでで母馬優先追い分けファームの馬だから、うん、どうなんでしょう。 まあもし活躍してもこっちに回ってくるのかなっていうのもちょっと心配になってきますよねなのでちょっとあまりいい評価はしておりません48番ホットスウェルこちら4点でございます、まあ、価格帯的に狙いやすい価格っていうところでございますので私はいいのかなと思っております兄弟の方はちょっと走ってないですけども個人的には面白いかなとは思っておりますはい えー、49番、Have You g o n g Away の、えー、20でございます。えー、こちら、えー、5点でございます。えー、なかなかいい感じの決闘背景でございまして、まあちょっと上が走ってないっていうのはあるんですけど、まだ。 上の方もほとんど走ってない。もしかしたらこれが定番繁殖になるかもしれないっていう馬でございます。最強級車なので、ある程度ノーザーの方も勝負かけてきていると思っておりますので、この馬はこの評価にさせていただきました。ただ自分が買うかっていうとやっぱりちょっと買わないかなっていうところにあってくるんですけども、えまあ、リスクラシューとは言わないですけども、まあその G1 で好勝負できるような可能性はあると思っております。はい。 続きまして、インナーレムの、えー、20。こちら3点でございます、えー。こちらにつきましては、あまり、個人的にはガリレオでハーツくらいで重たいなっていうので、あまり評価しておりません。はい、続きまして、えー、ハーツ、えーすません、クルミナルの20。こちらにつきましては、5.5点でございます。 おそらくこの馬が一番人気なのかなっては思ってはいるんですけども、まあ私がパッと見でも馬体もいいなとは、まあわかんない人が見てもいいような馬体してるなとは思ってはおります。えー、ただなんですけども、レンジ幅っていうところを考えますと多分、純オープンまでは行くような多分決闘なんですね、このクルミナルっていうのは。ただ、あのー、G1 勝つって言ったらちょっとイメージがわからないんですね、私。あのー、なんていうんですかね。 ローエングリーンのちょっと中距離版みたいなイメージをしている状況でございますので、だったら別にそこまでして買わなくていいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、バタイとか皆さん言い方が8000万でございますので、まあ、そう思わない方が行かれるっていうところではございます。ただ私はイメージ的にはローエングリーンの中距離版っていうところでございますね。えーまあ 応援ーングリーの中距離番でもあの走ればプラスなんで問題ないとは思うんですけどもちょっと私はそういうイメージなんでちょっと、えー、爆発力ってところで少し出て出資対象にはしておりません、えー、続きまして52番エールデビューでエールデュデーブの20こちら4.5点でございます旧車でちょっと まあ一口話であんまり活躍してないんですけどそういう時に限ってまああの活躍ばれるっていうところもあるので、えー、ちょっと狙い目かなと思ってるんですけどもちょっと5,000万円は高いかなと思っておりますはいただえー、爆発っていうところではあのなんていうんですかねくるみがよりあるかなと私は思っております、えー、続きまして53番レイリオンの20でございます えこちらにつきましては4点でございます。えイ、ー、第メジャーのエピハネーアというのはパワー型でございますので、えー、こちらにつきましては、なんていうんですかね、小回りの1008とか、半身の小回りが得意なのかなと思うんです、思うような状況でございまして、えー、勝ち上がり率は多分エピハネーアとイ4メジャーのところっていいと思うんですね。 ただ、爆発力ってところであんまりないかなって思っておりますので、この評価でございます。ただ、コツコツ稼ぐっていう意味では狙い目かなとは思っております。続きまして、トータルヒートの20。えー、こちら5.5点でございます。えー、3000万で、ルラメンテの子供で、ちょっと貧乏っていうので0.5点減点してますけども、藤原旧社。 で、母馬優先の馬なので、活躍馬の方程式に当てはまっているので、これいいんじゃないかなって個人的には思っております。はい。えー、続きまして、リーチングの20になってまいります。こちらにつきましては3点でございます。はい。えー、ドゥラメンテの貧馬。で、この馬に関しましては、えー、杉山先生でございますけども、 えー、子供も走ってないので減点であまりいい評価はしておりません続きまして、えー、コルコバードの20でございますこちら3点でございます、えー、モーリスの子供で安定感はあると思いますけれども回収率とちょっと夢が見えるっていうところがちょっと勘があのー、なかなか思い浮かばない状況でございますのでこの点数になっております なお、この馬、あのネット競馬でアクセス数とか少ない状況でございまして、コロコバードってもともと2000万の馬だったので、4000万の馬を買うので、発号で買うのどうなのかなって思う方も結構いるかもしれないので、もしかしたら新規で買える可能性がわずかながらあるかなって思っております。続きまして、ディオ・ジューヌの二重、モーリスの子供でございますね。こちらにつきましては3点でございます。 はい。あの、モーリスの子供は、あの、2000万とかだった私、ものすごく、あの、評価4とか5ここに上がっていくんですけど、基本的にはモーリスの子供、今の現状では、あの、この価格で買って、あの、あまり目が見えないっていうところで減点になっております。えー、続きまして、58番のスペクトライトの、えー、に、えー、20でございますね。こちらにつきまして3点でございます。えー、母馬優先の馬なんで、 可能性はあるかなと思ってるんですけど、っやっぱりちょっとモーリスの子供、今、私の評価低くなっております。ご了承ください。はい。続きまして、グランデアモーレの20。えー、こちらにつきましては、えー、3点でございます。はい。あの、モーリスの子供は、えー、あまり狙わない方がいいんじゃないかなと思っております。はい。えー、60番につきましては、リリカルホワイトの、えー、20。こちら2.5点でございます。 えー、もし出来が良かったらこのまサンデーに行ってると思うんですよね。なので、えー、私はこの点数でございます。えー、つなぎがちょっと立ち気味でございます。これちょっと私でもわかるぐらいのレベルなんですけども。えー、なので新規の方でもしかしたらこの馬狙えるんじゃないかなって思っております。私はもし新規だったら一般の方に上げさせていただくような馬になっております。えー、続きましてダホルジュルネの 20えー、こちら3点でございます、えー。子供が全く走ってないっていうところで人気はないのかなって思っておりまして、3000万んー。ちょっと稼ぐのは考えにくいのかなってちょっと思っております。はい。続きまして、62番のリラデアノビアの20。こちら4点でございます、えー。本当だったら2点とか3点にしたいなっていうところはあるんですけど、まあ、2000万って価格でこの品系で ございますので、えー、母馬優先であったり、まあ死の力で走るって可能性があると思います。えー、馬体の方は私がちょっと見てもわかるような感じ、わかるぐらいのちょっと華奢な馬体でございますよね。なんかあまり、えー、旧車だけにもそういう風なところに入ってるのかなと思っております。 続きまして、ライジングクロスの20え。こちら3点でございます。えリアルスティールの子供で、やっぱり2000万とか1600万から2100万ぐらいで募集してくれると、もうすぐリアルスティールの子供、この尋ね付けるだったら、初年度はそれぐらいにしてほしいなってなんですけど、やっぱり人気ね、合うので。 欲しいんですけど、まあ、こういう評価になっております。えー、多分リアスティのことも走って、また種付けで上がってきた、まあ、これぐらいの値段でもいいのかなっていうイメージはあるんですけど、ちょっと今を買いたくないっていう状況でございます。えー、続きまして、ダカルホルニーの、A、20でございます。えー、こちらにつきましては3点でございます。えー、3点にした理由といたしましては、えー、ただ単に えー、ケアウトにこのような定番繁殖じゃない馬が来ている状況でございまして、うあまり、まあ、まだ若いように可能性あるかなとは思うんですけども、ちょっと、まあ、奥村厩舎でございますのでね、一発あるかなとは思うんですけども、私はそっちにかけるよりは他の馬に行った方がいいかなっていうので、この点数でございます。はい。えー、続きまして、サンブルミューズの20でございます。 え、こちらにつきましては4点でございます。はい。えー、矢作9社ってところでやっぱり旧社で見てしまってるんでしょうね、自分も。あの、いいかなと思っております。で、3000万でございます。で、サンプルミュージの子供で、まあ、北サンブラックで3000万だったら妥当かなっていうところになってまいります。ただ私は母父大がメジャーっていうのは安定感あるけど大物出さないのかなってずっと思っているので、この評価になっております。はい。 え続きまして66番、プラチナブロンドの20でございます。はい、こちらにつきましては3点でございます。えー、ソニックの決闘で、クズは出ないのかなと思ってるんですけども、私どうしても旧車があまり好きじゃないんですね。申し訳ございません。えー、ちょっとベストダッチダウンのところで、ローテーション的にこの、どうしてこういうローテーションしたんかなってずっと思ってはおりますので、ただ9社、 あの、機種配置ってのはすごくいい旧車でございますので、その辺はご安心していただけたらと思います。えー、このま、えー、発語ではないんですけども、えー、私は兄貴を持ってて、えー、全然ダメだったんで、無出走でインターしたちゃっちまったんですけども、まあ、いつかはこのソニックットから1頭ぐらいおものでると思ってますので、コツコツ、まあ、あ八口旧車って言っても悪いって言っても、 言は言ってますけど、1勝クラス2勝クラスのところでは問題ないとは思ってはおりますえー。最後にピースエンブレムの20えー、こちらにつきましては？えー、4点でございますえー。ブラックエンブレムの血統でまあ、母は優先でありますので、まあ、この価格帯だったら。 オークスとかに出走するとか、そういうクラシック出走っていうところで会うと楽しめる決闘でもございますので、この評価にさせていただきました。はい。以上でございます。えー、えー、また2日後ぐらいに最終回をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。また次は新規チャレンジの方もしていきますので、よろしくお願いいたします。